先生ご存知ですか、 K1 の試合の中で内臓破裂を起こした事件があるんですよ、試合あれ。さあ果たしてどれでしょう。これタイのあれじゃないですか、タイの選手、チャンプは、はい、チャンプはゲソン・リットと、はい、イギリスの黒ひょうって言われたマイケル・トンプソン、はい、これは極真空手出身で、はい、アンディとはもうヨーロッパで、あヨーロッパ選手権では確か、うん、マイケル・トンプソンの方がアンディに勝ち越してたかもわからないです。星の数で言えばちょっと勝ち越してるんですよ。でライバルでイギリスのマイケル・トンプソンで、アンディで、マイケル・トンプソンがチャンプはゲストン・リットとムエタイの強豪とやった時に、はい、1ラウンドはもうトンプソンボコられて、はい、マイケルボコボコされて、でもこれ時間の問題やぞって思ってたんだ、はい、2ラウンドセコンドアウトでラウンド2でカーンで始まりますよね、はい、だからセコンドアウトラウンド2カーンで普通例えばこうグローブこう合わせたりするじゃないですか、はい、だから別に合わさなきゃいけないというルールはないですからね、うん、ラウンド2カーンのカーンのカーぐらいで、はい、マイケル・トンプソンがクラッと回って後ろ回し蹴りボディ入ったんですよ、はい、多分チャンプアは何ならグローブ合わせてからと思って出てきてるからまともにここ入って、うん、もうあの倒れ方はもうなんか壊れた、うん、あのゼンマイ仕掛けのロボットみたいな感じで倒れて、でところがね担架で運ばれたんだけど、はい、もうタイのトレーナーとかは顔叩いてるわけですよこの恥さらしなって、ムエタイの恥さらしっつって、はい、でその日もみんなそのタイのトレーナーたちは飲みに出て、はい、チャンプは一人ホテルの部屋に戻って、はい、もう嘔吐して、はい、で K1 のスタッフが、はい、あのホテルにいつも K1 のツアーデスクってあって、はい、で誰か常駐してるんですけど、はい、そこに連絡あって、うん、で病院連れてったら内臓破裂ですわそれ飲みに行ってんすよスタッフは。だからね本当特にタイって、うん、その国を背負ってるから、うん、その負けたら、うん、その国の恥、うん、国技無栄隊の恥みたいなとこあって、うん、強烈やなと思いましたね。うーん、でもそのチャンプはどのうちに僕は戦いましたからね、うん、どうですかその、いやもうねあのね、はい、黄金の左ミドル、はい、左のミドルキックバンバン蹴られて、で膝切りがここへめり込んで、うわこれどないすんねん思いながら、うわもうフルラウンド戦ってあの判定で僕負けたんですけど、はい、次の日にこの右の脇腹の背中の方の広背筋の下部に、はいはいはい、チャンパーの足型のあざがしっかり残ってましたね指5本足の甲みたいなこれお前あの雪男の足跡ちゃんというぐらいここにベシーってチャンパに見せたらこうしてやってたけどものすごいいい子なんですよ。よっしゃー、僕オランダの K1 には行ってないな。えハワイは行かれてました、ハワイグランプ。あハワイ僕行ってないです。ハワイ行ってないです、ね、ハワイが結構僕好きで、ハワイの国がじゃなくてその大会が、おおどんな試合、あのだからそこはあれでしたよね、藤本とバダハリの、あ、それも確かに初代ヘビー王者決定戦やりましたよね。ですかね。確か。僕結構ゲイリーが好きだったんで、ーゲイリーのシャツ持ってたぐらいだったんで。マジですか。ゲイリーがローキックで KO するっていう試合があって。うわ。ウェズレイキャベツコレイラっていう。あ、キャベツコレイラって言いましたね。言いましたね。思いっきりゲイリーにロー入れられまくって、最後がもう痛いからやめてやみたいな顔になってて、それが。二十歳ぐらい、20過ぎぐらいの時に忘れられなくて、おばちゃんみたいな顔なんつって、もうしんどい、重たいねみたいなこう荷物が、みたいな顔なんつって、まさかの蹴りでやられるのかと思って、ゲイリーが蹴りましたか、殴るの一辺倒のね、ゲイリーが。あれはでも、なんか腕相撲100人抜きとかね、はい、アームレスリング、もともとアームレスリングの選手で、で、上半身の力ものすごいので、うん、一回東京の大森のゴールドジムで僕があのスミスマシンに280キロぐらいプレートつけてスクワットやってたら、そこ来て280キロ、おーって言うからお前の方が力あるやろ担いでみーって言ったら足はあかんって言って、あ、そうなんだ、足はあかんって言って、確かになんか
足首とか細いですもん。足首が、だから黒人の選手ってやっぱり、だからリエリはもう完全に上半身でいくタイプなんで、なんかキャラ強かったですよね。でもあの人もまあ割となんかテレビによく体使う系のバラエティで出てましたもんね。だからバラエティのできる選手だったと思うし、あと僕好きだったのはドン・フライですね。ああ、ドン・フライです。ドン・フライもうプライドの番長って言われてる、はい、あ、年ね、僕ちょっとぐらい下なんですよ。で、僕下なんですね。僕ちょっと下やったと思うんですよ。え、同じぐらいやったかな、ちょっと定かじゃないですけど、もう僕を見つけると、うわーっていう、もうなんかね、いつもね、おーって男同士で、いつかやろうって、試合もうガンガン殴り合いしたいって、この男ってやったら、おもくし殴り合いしたいと思ったのが、ドン・フライでしたけどね。でも、ドン・フライも、高山選手ともね、あ、やってましたね、お見舞い。もう、殴り合いですよ、あれでお互い、ダメージがあって、もう本当に、だから格闘技って、そういう意味ではコスパ低いっすよね。そうですね。もう、だって生活できて、ね、できないぐらいのダメージを負ってしまって、まあ、人の心を打つっていう素晴らしい試合なんですけどね、それで、代償としても代償としてなんか大きいな、寝たきりみたいになってましたね。そうなんですよ。で、あけぼのもそうでしょ、横綱だから僕会いに行きたいんですけど、そのもう記憶もなくしたとかっていうから、僕が行くことで何か思い出してほしいなと思うけど、全然どこにいるのかも全然、つてを頼っていってるんですけど、情報も入ってこないし、だからなんか格闘技ってね、よりその去年の大晦日に井岡君が4階級の日本人対決でね、あの時にレベリーの止めるのがものすごい絶妙のタイミングで、もう2回目のダウンでパッとグラッと来ただけでもストップってかけたのを、だからよくね、その僕のその武田戦とかのレベリングのこともいろいろ言われたりとか、今その現役でレベリングしてる方たちがね、もう止めるのはすぐ止めるって、そら過去の苦い経験があって、今、胸を張って言えることなんですよ。だそう、僕、前の何回でも語ったと思いますけど、はい、やっぱりその、これは純然たるアマチュア競技であれば、試合が面白かろうが面白くなかろうが、興行が成功だろうが、失敗に終わろうが、盛り上がろうが盛り下がろうが、視聴率が上がろうが下がろうが、そんなことは関係ないわけですよ。そんなことは関係ないし、危ない止める、でいいんだけど、はい、そうはいかない雰囲気っていうのがやっぱりプロの興行の中にあって、で、誰もそれを、いやもうギリギリまでやらせるとは言わないんですよ。審判に委ねるって全部の責任を乗っけてくるから、その中で僕からはもう本当にギリギリのところでやってて、今思うのは、その自分が正しかったとかそういうことは思ってないですよ。ただ、何も事故が起こらなくてよかったと、神様、格闘技の神様に本当感謝するしかない。止めるの、皆さんどういうメンタリティでこうレベリング、でかいじゃないですか。はい。どういう、怖いですか？あ、僕はね、言うこと聞かなかったら、目ついてでも言うこと聞かせたろうっていう気持ち言ってましたよ。なんかあったら、金玉も蹴るし、もう何やったらこっちグーやから、素手やから、髪の毛掴んで目ついてでも何してでも止めるぐらいの、それは逆に僕がボコられるかも分かりませんけど、はい、だってラスベガスでそれこそゲイリー・グッドリッチと、はい、マイク・ベルナルドが試合した時なんて、ブレイク言った後にゲイリーが打っていくから、はい、僕それ割って入ったらゲイリーがうわって片手で、はい、僕ロープの後ろに吹き飛ばされましたからね、こんなんどうやって止めんねんっていう、なんか大変な世界でしたけど、やっぱし覚悟を持って行ってたんで、だからやっぱトレーニングもしないといけないし、確かに足で止めてる人もいましたもんね。どうですね、こうやって入れていかないといけないし、で向かってくる選手に対してこういうふうに向かい合うと、こっちに対して突き飛ばそうとするんですけど、背中見せて入ると意外と止まるんですよね。なんかあるんですね、そういうの。なんかね、その、後ろから向かってくるやつは敵や。でも、背中見せたら、その、自分に危害を加えないと思った時に、なんかちょっとこう、殺気が減るというか、なんか妙な
確証はないけど、そんなセオリーみたいなのがあって、だから僕止めに入るときって、もちろんこうやって入るんですけど、うん、興奮してる方に背中向けて、はい、そのこっちの打たれてる方の選手を安全なところへ持っていく、はい、っていう順序は頭の中にマニュアルとしてはあったけど、バダーリとレミモン屋敷の時なんかは、もうとにかくバダーリを止めるしかないなと思って、うん、で、ああいう時もね、もう、まあ、今だから話できるんでしょうけど、その倒れてる方のセコンドは立つな立つなって言うわけですよ。はいはいはい。だってもう決勝戦でしょ、これ買ったら何万ドルですからね、はい、立つなとそういうのがあるんですよ